真央さんの7回目の命日、市川團十郎。真央さん見てますか？市川團十郎さん妻真央さん命日にお墓参り、團十郎新之助を襲名して初めての命日を無事に迎えたよと報告。2017年6月22日に旅立った團十郎さんの妻真央さんの命日、團十郎さんは今日はお墓参りに行ってきたんですけど、ちょうどあの時は空が真っ赤でね、いまだに忘れられないような空の色をしていたんですけど、彼はまだね、3歳ちょっとですから、まだ分かってないね、と話すと、しんのすけさんは、覚えている、と話しました。さらに團十郎さんは、喜んでいるかどうか分からないですけど、この間も、私事なんですけど、彼、しんのすけさんが、初めてスケロクを踊って、妻は生前に私のスケロクが好きだったので、いつかカンカンのスケロクが見られたら泣いちゃうわね、みたいな話をしていたものですから、そんなことを見て欲しかったなっていうのと同時に、空から見ているでしょうけど、見て欲しかったっていう気持ちはあります。團十郎新之助として、初めて彼女の命日を迎えられ、無事に迎えたよってことを、朝は一人だったんですけどね、子供たちが学校行ったので、こうやって報告しに、行きましたと話してくれたブログ読者からは、真央ちゃんの笑顔未だに色褪せず私の心に焼き付いています、あんなにも心清らかな人はいないと思います、たくさんお話しされてください、麗華ちゃんのこと、カンカンなことなどのコメントが寄せられている。真央さんは空から見てる、市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。